簡単な、まあ、ちょっと概要の説明と、すぐに、まあ、授業に入っていくというような内容になってます。アルファベットと今日発音、まあ、名詞っていうところなんですけども、前回会社に行った際にも会話を少し、メインでもうやりたいという話だったので、基本的にはまあ15分、6時45分、40分ぐらいまでを、まあ、文法だったり、まあ、そういったところ、まあ、ちょっと固いところですね、勉強した上で、ごめんなさい、私カメラオンになってませんでしたね。勉強して、ね、残り20分に関しては、まあ、短い会話だったりとかフレーズだったりとか、もしくは、お二人が言いたい言葉ですね。こういったところでこういうスペイン語を使いたいんだけど、これは日本語だけこれだけどスペイン語だとどうなるんですかみたいなところを回答していきたいと思います。なので、文法のところはすごく大事だと思うので、そこは集中していただけるようにすいません、お願いいたします。はい、なので今日第1クラス目、ここになります。ここですね。まあ、こういった流れ、アルファベット発音から始めて最終的には、直接方言在、まあ、テストということで文法力がどれぐらいついたか、最終的には自分の言葉で話すためには文法、それから単語っていうところは必要なので、まあ、そういった意味でテストをするということで、宿題もきちっとやっていただくようにお願いいたします。はい、まあ、これが簡単な、あまり時間をかけてもしょうがないので、これぐらいにしておきます。早速なんですけども、アルファベットを勉強していきます。ちなみになんですけども、真柴さん、アルファベットをスペイン語と英語って違うってご存知でしたか？少しですけども、教えていただいてから来たので、一応アルファベットは違うっていうのを分かってます。ありがとうございます、真柴さん。ちなみに上田さんも少し勉強をしてきたんですかね、それとも上田さんはゼロですか？少し。わかりました。ほんの少しですけど、はい。わかりました。ではあまり長い説明をしていてもあれだと思うので、まずはちょっと音だけを確認しましょう。こちらが、スペイン語のアルファベットですね。違いというのはここですね。まあ、大きな違い、読み方は全て違うんですけども、まあ、英語の私たちが覚えてきたアルファベットと違うのはこのエニエというのが入っているところですね。N の上にこうニョロッと言うんですが、これをティルデと言うんですけども、それがついているので N ではなくて、こうエニエになります。他に関しては、いつも通り、まあ、アルファベットを書いたものと一緒なんですけども、発音が今ここでカタカナ書きになっているんですけども、こういった発音に、なってきます。なので、まずは、読みましょう。読んでいきましょう。私の方が、まずは A から、Z まで、読みます。読むんですけども、私が一つずつ読みながら、ちょっとスペースを空けます。なのでその後に、繰り返していただけますか。ちなみにマイクはオフで構いません。その後私二人とも発音を確認するので、きちっと繰り返して、いただけるようお願いいたします。では、A からいきます。あべせでええフェへあちいほたかえれえめN。 Muy bien. では、真柴さん、まずは A から N まで読んでいただけますか。お願いいたします。あ、べ、せ、で、え、えへ、へ、あち、い、おた、か、えれ、えめ、えね。Muy bien, perfecto. ありがとうございます。では、上田さん、お願いします。はい。あ、べ、せ、で、え、えせ、へ、あち、い、ほた、か、えれ、えめ、
N。 Muy bien。 2人とも全く問題ないですね。基本的にスペイン語を読むときというのはちょっと教わったとき、日本で教わっていたときに話を聞いてるかもしれないんですけども、英語のクラスでいう日本人が怒られていた読み方、ローマ字読みですね。それで読むことで基本は、スペイン語を、その形で読んで、ネイティブが、分かんないみたいなことはないと思います。逆に英語だと、そのまま読むとローマ字読みで読むともう全然通じないっていうのがよくあって、まあ、英語の先生にもよく怒られてたっていう可能性はあると思うんですけども、それとはそれでそうではないので、まあ、そこが、いいところですね。スペイン語を覚える上で簡単に、日本人が簡単になるところですね。その発音が簡単という意味ですね。では早速、次の右側に行っていきます。まず私読みます。繰り返していただけますか。いきます。エニエオペクエレ。このエレなんですけども、少し舌を巻く感じでいきます。エレ、もう一度いきます。エレ、muy bien。 Siguiente。 S T U V V doble X Y の発音を2つあります。 J Y Z。このよく聞かれるのはどっちの方がメキシコでは多いですかっていうんですけども、どちらも半分半分ぐらいですね。ただよくこの J と発音というのは、まあ、メキシコ、中南米、南米で多いと思います。イグリエガ、これはこうスペイン語の教科書とかでポンって出てくる形ですね、になります。ただだからといってじゃあこっちは使わないのかと言われると、まあ、半分半分ぐらいなのできちっと両方とも覚えてください。では、上田さん早速ですが読んでください。エニエからセタお願いします。エニエオペクエレエセで、う、うべ、うべどぶれ、エキス、ジェ、イグレガ、セタ。もういいね。ありがとうございます。素晴らしいです。では、マシバさんお願いします。エニエからセテまで、どうぞ。エニエ、オ、ベ、ク、エレ、エレ、エセ、テ、ウ、ウベ、ウベドグレ、エキス、ジェ、イグリエガ、セタ。素晴らしいですね。ではこの一番多分ネックとなってくるこのエレのところですね、これを練習しましょう。私2回ほど読みます。なのでマイクはオフのまま2回繰り返していただけますか。その後確認します。舌を巻くイメージ、なかなか最初回らないんですけども、回そうとしないといつまで経っても回らないので、こう頑張って回すという気持ちでやってみてください。いきます。エレ、もう一度いきます。エレ。では上田さんお願いします。エレ。いいですね。もう一度お願いします。エレ。素晴らしいです。ありがとうございます。では町場さんどうぞ。エレエレ。素晴らしいです。ありがとうございます。2人ともすごい最初から近い音が、特に上田さんはもうさらっと出てますね。町場さんはもう少し、町場さんもすごく出てるんですけども、もう少しこう自信を持ってこう出せば多分出てくると思います。ただこれも時間の問題なので、まあそんなにこんなナーバスにこの L を R をナーバスになって喋れないぐらいであればもうゴンゴン言ってもらって、大丈夫です。なので、そういった形でこの A から Z ですね、の部分を終わりたいと思います。このアルファベットに関して上田さん何か質問はありますか。特にありません。はい、ありがとうございます。マシバさんは大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。Muy bien。では、ちょっと簡単な練習問題をしてみましょうか。アルファベットに関する。私がここに2つほど、3つほど、まあ、日本でもよく聞く、アルファベットの、はい。
この3つですね。この3つをスペイン語読みで、読んでいただきます。時間を1分あげます。1分あげるので、先ほどのアルファベットの表を確認しながら、スペイン語ではどういうふうに読むのかですね。これであれば NHK なんですけども、スペイン語読みでは違いますね。なのでこの3つを読んでいただきます。4個にしましょう。ごめんなさい、キリが悪いので。23にしましょうか。いや、まあいいか。はい、23にしときます。23は S が2つかな。いや、 S1 つかな。ちょっと覚えてないんですけど、23、これにしましょう。ではこの4つです。1分あげるのでちょっと考えてみてください。ではお願いします。ごめんなさい、 S2 つですね。では聞きたいと思います。まず最初の2つ、この NHK とトヨタですね。これは、マシバさんがお願いします。この最後の2つは上田さんお願いします。ではマシバさんお願いします。どうぞ。はい、NHK。 Muy bienTOJOTA。 Muy bien, perfecto. ありがとうございます。その通りですね。はい、ではお願いします、上田さん。上田さん。H-A-O-N だ。だ。この D は何でしたっけ？だではなくて。わからんの持ってきてないで、だではなくて。大丈夫ですよ。こっち戻しますね。D を。で。そうですね。で。でや。でや。Muy bien。ではこちらもお願いします。NEESSAN。 Muy bien、その通りですね。なかなか、なんか気持ち悪い読み方なんですけども、これがスペイン語です。なので、徐々にこうスペイン語でというか、アルファベットで読むトヨタ、まあ、トヨタを TOYA とか TOJOTA とか、ホンダを HONDA なんていうことはほとんどないんですけども、ただ、スペイン語を喋る上で、この音っていうのがベースになってくるので、慣れていくようにしましょう。上田さん、これに関しては大丈夫ですか？ああ大丈夫じゃないですけど、勉強しておきます。練習 していくしかないですね。大丈夫じゃないです。これはスタートなんですけども、はい、もう時間がもう解決してくれるところなので、徐々にこう慣れていきましょう。真島さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、真島さんも少しずつ慣れていきましょうね。はい、ではですね、このアルファベットはこの辺にしておいて、自分でも練習できるところなので、早速名詞のところに、入っていきます。入る前にちょっと質問なんですけど、まずは真柴さん、名詞に関しては日本で勉強されましたか？少しですかね。ちなみに男と女があるっていうのは聞いたことあります。なるほど、わかりました。ありがとうございます。上田さんはどうでしょうか？メキシコ来てからなんか雰囲気でちょっと勉強して。わかりました。それぐらいです。ありがとうございます。わかりました。では、雰囲気だったり、まあ、もしくはなんとなくこう分かってるってところなので、そこをちょっとはっきりさせて、実際に自分の言葉として使えるようにしていきましょう。まずは名詞のところですね。ではこれ、真柴さん読んでいただけますか？お願いします。人や物の名前のことを名詞と言います。スペイン語の名詞には生物かどうかに関係なく男女の性別があり、それぞれ男性名詞と女性名詞と言います。生物の場合は生物学上の性に従います。
はい、ありがとうございます。名詞には、性があります。なので、ここにも書いてある生物学上の性がある場合はそちらに従うんですけども、そういった生物ではないものに関しても男性、女性があります。日本人の感覚からするとものすごい変ですね。まあそういったものをどういうふうに見分けていくのかっていうのをまずは勉強していきます。まずじゃあこの多くの場合、これを上田さんお願いします。読んでいただけますか。多くの場合、男性名詞は語尾が O、 女性名詞はA となります。そうですね、ありがとうございます。これが基本です。基本は O で終われば男性、 A で終われば女性です。ではここの下の単語ですね、例を読んでいきましょう。まずは私が読みます。読んでいくんですけども、先ほど言ったようにスペイン語を読むときにはこうローマ字で読むようなイメージを持って、私が読む前にこうどう読むのかなみたいなことをちょっとイメージしながら、やってみてください。最終的には私が先に読むのではなくて、上田さん、それから真柴さんにもどんどん読んでもらうようになります。はい、ではまずここからいきましょう。私の後についてきてください。アミーゴ、どうぞ。アミーガ、どうぞ。はい、これがまず友達という意味ですね。すべて発音のチェック確認が終わってから、2人とも読んでいただくので、しっかり練習をして、ついてきて練習をしてください。では次に行きます。生徒ですね、こちらも男性女性があります。ではまず男性から読みます。アルムノ、女性に行きます。女性行きます。アルムナ。では次に行きます。おじ、おばですね。おじが TO で、この O ですね。おばさんは A ですね。では私読みます。 TO 行きます。 TIA。 Muy bien。 では次、猫ですね。猫もオス、メスがあります。なのでオスは O、 メスは A ですね。では読みます。ガト、ガタ。Muy bien。では上田さん、このすべて単語を読んでもらえますか。アミーゴからガタまでお願いします。はい、アミーゴ、アミーガ、アルムノ、アルムナ、ティオ、ティア、ガト、ガタ。素晴らしい発音です、ありがとうございます。マシバさん、どうぞ。アミーゴ、アミーガ、アルムノ、アルムナ、ティオ、ティア、ガト、ガタ。素晴らしいです、ありがとうございます。その通りですね。これ、質問しても大丈夫ですか。どうぞ。この友達なんですけど、男友達、女友達っていう感じですかね。それとも女の人が使うとか男の人が使う。ありがとうございます。この場合は、はい、他人、他を指すので、自分に対しての友達とは使えないので、まあ、私の友達が、まあ、友達が男性なのか女性かで判断します。なので、真柴さんは男性だから常にアミーゴしか使えないのかというのは、そういうわけではないです。例えば真柴さんが、アミーゴ、つまり男の男性を指すのであればアミーゴ、女の男性、ごめんなさい、女の、友達を指すので、女性の友達を指すのであればアミーガになります。あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、なので、まあ、もしこう何かパーティーとかでアミーゴって言われた時は危険ですね。それは男の友達しかいない可能性があるということですね。あとで複数名詞に関しては話をしますけども、まあ、そういったところで判断できるところと判断できない、どれぐらい女性がいるのかと判断できないところがあるんですけども、それはまた細かく説明します。はい、で、次に進む前なんですけども、一つフレーズを、覚えましょう。Tengo una pregunta ちょっと小さくします。プレグンタ、それかウナプレグンタ。はい、ではまず発音を練習しますね。私の後についてきてください。いきます。Tengo una pregunta。 下に行きます。 Una pregunta ですね。これ意味なんですけども、質問がありますという意味になります。 Tengo una pregunta は、そのまま、今言葉通り、私は質問がありますと、質問がありますという意味ですね。下に関しては、あ、質問です、日本語で言うと。
なんでちょっと短い感じですね。なので、今後ですね、何か質問がある場合は、もう全然マイクオンにしてもらって構わないんですけども、必ず私に、あ、tengo una pregunta、お、もしくは、una pregunta、というふうに言ってください。では、真柴さん、2つ読んでいただけますか？お願いします。tengo una pregunta。Muy bien. Una pregunta. Perfecto. ありがとうございます。では、上田さん、お願いします。はい。Tengo una pregunta. Una pregunta. Perfecto. その通りですね。素晴らしいです。これ覚えといたら多分すごく役に立つと思うので、何かこう、いや、ちょっと聞きたいんだけど、みたいな時は、una pregunta とか、Tengo una pregunta って言うと聞いてくれます。はい。なので、よく覚えておいてください。では、次に行きます。この生物か無生物かですね。これ、上田さん、読んでいただけますか？お願いします。A をつけますまで。生物か無生物かを問わず、語尾が O や A 以外のものも多数あります。生物で語尾が、ドール。そのままローマ字読みでお願いします。ドール。ドール、ソール。トール、アン、イン、オンの場合、女性名称するには A をつけます。ありがとうございます。ここなんですけども、今ここ素晴らしかったですね。もう基本的にスペイン語を見た場合はもうローマ字で読んでください。おそらくローマ字で読んでくださいと私が言うと日本人の感覚だと分かるとは思うんですけども、ドール、ソール、トール、アン、イン、オンですね。ここで大事なのは、生物か無生物かを問わずに語尾が A や O 以外のものも多数あるということですね。もうこの場合を覚えてくださいということです。このドール、ソール、トール、アン、イン、オンで終わる場合に関しては、全て、男性となります。で、女性名詞とするには A をこの後ろにつけてあげるというものですね。ここに2つ例があります。ではまず私が読むのでその後についてきてください。プロフェソーどうぞ。プロフェソーラ。次に行きます。ディレクトー。ディレクトーラ。では、真柴さん、読んでいただけますか？先生、監督、両方ともお願いいたします。プロフェソル、プロフェソラ、ディレクトル、ディレクトラ。Muy bien。上田さん、お願いします。プロフェソール、プロフェソーラ、ディレクトール、ディレクトラですね。ありがとうございます。Perfecto。いい。この場合は O で終わってないですね。プロフェソール、終わってないんですけども、この OR が男性を示すと。で、女性にするためには、まあまあ、先ほど見たもので A で終わるので、これはまあそんなに難しくはないかもしれないですけども、A をつけてあげれば、女性になるということですね。女性の先生と女性の、男性の先生と女性の先生、男性の監督と、女性の監督ですね、になります。では次に行きましょう。語尾を見て、ここを読んでいただけますか？真柴さん、お願いします。語尾を見て、女性名詞と判断できるものがあります。これですね。語尾を見て女性名詞と判断できるものがあるということですね。こちらは今このシオン、この黒くなっているところですね。シオン、キシオン、ダド、タド、トゥドゥと書いてありますが、これがあった場合は全てもう無条件、無条件といったあれですけども、女性となります。例えば駅はこれ性別ないですよね。ないんですけども、このシオンで終わっているがために女性名詞として扱われます。では、ここの発音、私、読んでいくので、その後についてきてください。では、行きます。エスタシオン、どうぞ。ディスクシオン、どうぞ。コネクション、どうぞ。ユニバーシダフ、どうぞ。リベルタフ、どうぞ。マグニトゥース、どうぞ。はい、では真柴さん、読んでいただけますか？すべてスタシオンからマグニトゥースまでお願いします。エスタシオン、ディスクシオン、コネクション、ユニベルシダット、リベルタット、マグニトゥッド。
Muy bien, perfecto. この3つ、このだで終わるものなんですけども、強く、この D の最後は発音しないで、ちょっと聞こえるぐらいですね。私もう一度読みますね。Universidad。だでイメージですね。Universidad。Libertad。Magnitud。もう一度、町場さん読んでいただけますか？ウニベルシダ、リベルタ、マグニート。素晴らしい。すごくよくなりました。では、上田さんお願いします。エスタシオンマグニトゥーズ。エスタシオン、ディスクシオン、コネクション、ウニベルシダード。リベルテイト、マグニトゥード。もう一遍、ここの部分ですね。ここは素晴らしく良かったんですけど、ここです。私読むので、マイクつけっぱなしでいいです。私が読むので、その後に、ついてきてくれますか？いけますね。リベルタフ。リベルタード。もう一度いきます。リベルタフ。リベルタード。OK です。その通りですね。ここすごく良かったんですけど、なんかここが変わっちゃったのはちょっとあれだったんですけども、そのまま読んでいただければいいかなと、この調子ですね、と思います。上田さん、大丈夫ですか？はい。はい、ありがとうございます。ここでもう一つフレーズを渡します。todo bien という言葉がよく出てくるので覚えておいてください。todo bien というのは、大丈夫ですか？ということですね。で、これに対する回答が todo bien。大丈夫です。ということですね。スペイン語に、日本語に関しては、質問をする際には、かをつけたりするんですけども、スペイン語の場合は基本的には、疑問詞を使うところは別として、いつとか誰とか何ですね、それは別として、大丈夫？とかいうふうに聞くときは、日本語もそうなんですけども、そのまま語尾を上げていただければ、質問になります。todo、この意味というのはすべてという意味ですね。bien は、大丈夫とか、もしくは OK とか、いいとか、そういう意味ですね。なんで、todo、全部大丈夫とか、全部 OK ですという意味になります。ただ、質問すると大丈夫かなとか、そういう意味になるので、私、todo bien、上田さんと聞くので、問題がなければ、todo bien と答えていただけますか？で、ダメな場合は、no estoy bien。No estoy bien。今はフレーズのみで覚えておいてください。No estoy bien っていうのは、ちょっとダメですという意味ですね。では、この3つの発音を練習するので、その後、お二人にも読んでいただけますね。まずいきます。上から。繰り返してください。Todo bien。Todo bien。No estoy bien。はい。では、3つ読んでいただけますか？真柴さん、お願いします。Todo bien. Todo bien. No, estoy bien. Muy bien、その通りですね。ありがとうございます。では、上田さん、どうぞ。Todo bien. Todo bien. No, estoy bien. そうですね。この todo をよく日本人の方、todo bien、todo って読むんですけども、そうではなくて、こうイメージ、今2人が読んだ読み方でいいんですけども、todo bien って感じですね。こう、O にこう伸ばす感じですね。todo bien、todo bien ではなくて、todo bien、todo bien ですね。はい。これが、これも私、こういうふうに使っていきますので、回答するときには、こういった形で回答してください。はい。では、次に行きたいと思います。もう一度戻っていきます。名詞、ここですね。真柴さん、読んでいただけますか？生物の場合、一部は男女同型となります。はい。また、いろいろ A じゃないのもあれば、O なものもあれば、今度は男女同型もあるということですね。なかなかたくさんあるんですけども、頑張りましょう。はい、こちらですね。では、こちら私が読む代わりに、まず、上田さんに読んでいただきます。上田さん、この3つ読んでいただけますか？エストディエンテ。ピアニスタ、方便。その通りですね。よく J やりまして、読めましたね。方便
になります。ここのエストディアンテスのところの発音だけがちょっと違いましたね。そのままマイクをオンでいいので私の後についてきてくれますか。エストディアンテ、エストディアンテ、otra vez、もう一度いきます。エストディアンテ、エストディアンテ、muy bien。では、読んでいただけますか、天柴さん。3つどうぞ。エストディアンテ、ピアニスタ、ホーベン。素晴らしいです。その通りですね。ありがとうございます。この場合は生物、ごめんなさい、男女混合、同系となるので、女性の、学生も男性の学生もエストディアンテです。女性のピアニスタも男性のピアニストもピアニスタです。若者、男性、男の、若者、女性の若者、どちらも方便になります。はい。では次に行きましょう。上田さん、読んでいただけますか。同じ綴りでも性によって意味が異なるものもあります。はい、今度は性が変わること両方使えるんですけども、男性として扱うのか 女性として扱うのかで意味が変わってしまいます。ではこれですね、マシバさん読んでいただけますか。スペイン語の部分をお願いします。オルデン、カピタル、エディトリアル。素晴らしい。その通りです。そのままです。ただちょっとまだこう慣れてないので、つっかえちゃうので、あれなんですけども、多分これがスッと出るようになると全然よく聞き取れます。では、私の後についてきてくれますか。上田さん、真柴さん、マイクはオフでいいです。一つずつ練習しましょう。いきます。オルデン。どうぞ。カピタル。どうぞ。エディトリアル。どうぞ。ですね。こちらなんですけども、男性女性でこう使うと意味が違う。例えばオルデンだと男性で使うと、順序で、女性になると命令、カピタルに関しては資本首都という形で、こう女性で、は全然意味が変わってしまうというものもあるので、そういったものも気をつけなきゃいけないですね。まあ、こういったものはもう出てきた時に一個ずつ、覚えていくしかないですね。この場合は今日はオールデン、カピタル、エディトリアル、この3つを覚えていただければいいかなと思います。では下に行きましょう。これお願いします。上田さんどうぞ。男女を含むものの名詞として性が固定されることもあります。ありがとうございます。ではこの4つあるんですけども、上田さんそのまま読みましょう。どうぞ。ミエンブロ、ペルソナ、テスティーボ、ビクティーマ。Muy bien、その通りですね。最後のちょっと発音が違ったので惜しいんですけども、私の後についてきてくれますか。いきますね。ビクティーマ、ビクティーマ、otra vez、もう一度いきます。ビクティーマ、ビクティーマ。いいですね。その通りです。こちらが、何なのかというと、男女を含むものの名詞としての性が固定されて、ることもあると。この場合は、例えばメンバーに関しても女性と、男性がいるんですけども、女性のメンバーということで、ミエンブラにはならないということですね。もうミエンブロで固定されていると。ペルソナ、人物、この人物が女性であると男性であると、ペルソナ、この A は変わりません。テスティーゴ、証人も同じですね。犠牲者、ビクティマも一緒です。犠牲者が男だからといって、ビクティモにはならないということですね。もう固定されてしまっているものもあります。最後に行きましょう。では、マシバさん、読んでいただけますか。同じものでも、男性名詞と女性名詞で全く綴りが異なるものはあります。ありがとうございます。同じものでももう全く変わってしまうということですね。さっきのは、A をつけたり A を剥がしたり、とかそういう、まあ、剥がすとか取ったりとかそういう話だったんですが、もう全然変わってしまうというものもあります。それがこういったものですね。ではここまで真柴さん読んでもらえますか。この4つですね。お願いします。オンブレ、ムヘル、パドレ、マドレ。Muy bien、よく読めましたね。オンブレ、H、基本的のスペイン語の H を発音しません。
オラもそうですね。HOLA で書くんですけども、発音がないのでオラとなります。なので、hombre、そして mujer ですね。padre、madre。ありがとうございます、町場さん。では、上田さん、こっち、この4つお願いします。アクトル、アクトリス、トロ、バカ。その通りですね。ありがとうございます。あのバカだと、日本語のバカだと、あのバカなんですけども、スペイン語だと失ってしまうので、多分、まあ、まあ、だから何なのかという話なんですけども、まあ、スペイン語ではこの牛という意味になります。このトロが、オス、バカが牛のメスですね、になってます。では、ちょっと難しいこの辺の発音、それからアクトールもそうなので、読む練習をします。私、先に読むので、その後ついてきてください。いきます。オンブレ。Mujer, padre, madre, actor, actriz, toro, vaca. ですね。はい。ではこの、これ大事なのでちょっと全部2人とも読んでもらいますね。マシバさん、先にすべてオンブレからバカまでお願いします。Hombre, mujer, padre, madre, actor, actriz, toro, vaca. よくなりました。この特に最初の発音のところですね。素晴らしいです。ありがとうございます。では、上田さん、どうぞ。Hombre, mujer, padre, madre, actor, actriz.トロ、バカ。ありがとうございます。上田さん、ここの練習をしましょう。ここはアクトーレスではなくてアクトリス、アクトリス。もう一度、その通りですね。私の後についてきてください。2回読みます。アクトリス、アクトリス、アクトリス、アクトリス。そうですね。その通りです。ありがとうございます。こちらが、同じものでも男性名詞、女性名詞は全く綴りが異なってしまうものになります。はい。ここまでで、男性名詞の、男性どうを見分けて、女性をどう見分けるのかという、まあ、たくさんあったんですけど、というのが一覧の、まあ、基本的なルールになります。例外は残念ながらたくさんあります。なんですけど、まあ、基本はこれに基づいて、男性、女性を判断してもらうというふうな話になります。上田さん、質問は何かありますか？あ、todo bien。 Muchas gracias。 マシバさん、 todo bien。 todo bien。 Muchas gracias。 ありがとうございます。 todo bien。 todo bien。 そうですね。Muchas gracias. Muy bien, entonces,、ここまでにグラマーはしておきましょう。どうでしょうか、上田さん、重かったですか？それとも、そんなに重くなかったですか？いや、もういっぱいいっぱいですわ。わかりました。ありがとうございます。いっぱいいっぱい、わかりました、どうですか、マシワさんは。マシワさんはいっぱいいっぱいですかね？そうですね、まあ、こんなものかなとは思いますけど。難しいですね、発音がやっぱり。そうですね、少しずつ練習していきましょう。わかりました、はい。はい、ではですね、まあ、仕事の後ということなので、そんなにいっぱいグラマーしててもあんまり頭入ってこないので、まあ、ここをきちっと、今日の部分は勉強したということで、少し会話の練習に入っていきましょう。この名詞の複数形の作り方なんですけども、次週、ちょっと今日終わられないので、次週やっていきます。では、この白いスペースですね、ちょっと、まあ、実践ですぐに使えるようなスペイン語を覚えていきましょう。ちなみに、マシバさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、スペイン語で言えますか？ブエノスディアス。ブエノスディアス。ブエナスタルデス。ブエナスタルデス。ブエナスノチェス。ブエナスノチェス。素晴らしいですね。これはでは会社で 使われているということですね。そうですね。はい、割と使ってると。分かりました。これ上田さん、はい、ご存知でしたか？あ、知ってます。あ、よかったです。では、はい、まあ、発音の練習だけしておきましょう。私読むのでその後についてきてください。いきます、ボエノスディアス、
どうぞ。Buenas tardes. Buenas noches. ですね。はい。では、もう少し、難しいというか、元気、こちらの、スペイン語の件では、日本ではあんまり聞かないんですけども、必ず、挨拶後にこう元気っていうような形で聞きます。そういったフレーズを上田さん、知ってますか？¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Hoka ni shitte masu ka? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Algo más? ¿Hoka ni wa arimasu ka?思い浮かないです。思い浮かない、大丈夫ですよ。ちょっと2つ単語を教えます。1つは、あるごますというのは、もしかしたら他のお店とかでも聞かれるかもしれないんですけども、何か他にありますかということですね、これは質問の場合でも聞かれますし、あのスーパーとかでも、なんかこう、なんか買ってたら、なんか最後に何か言われる可能性があると思う。それ多分よくあるごますって言ってます。何か他にありますかっていうことですね。なので私も今、¿Cómo estás? って言った後に、あ、上田さん、algo más? 他に何かありますかっていうところですね。よく使うので覚えておいてください。それから、ごめんなさい、ハテナではなくて、sería todo。sería todo というのはもうないですと。以上ですと。日本語で言うと、以上です。っていうようになります。2つ発音の練習しておきますね。まず私を見ます。algo más? どうぞ。Sería todo. どうぞ。では、真柴さん、読んでください。Algo más? Sería todo. Sería todo. 素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien. では、上田さん、どうぞ。Algo más? Sería todo. Perfecto. ありがとうございます。Muy bien. Entonces, では、次に行きます。¿Cómo te va? ¿Cómo estás? いいですね。では、真柴さん、どう答えますか？教えてください。Mucho bien. Mucho bien, ok. ¿Qué algo más? Mal. Mal. ¿Algo más? これを使いましょう。セリアと。Gracias, muchas gracias, Mashba-san. 上田さん、algo más? Más o menos. Más o menos. Muy bien. ¿Algo más? Sería todo. Sería todo. わかりました。Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso sí, pero nada más que este, Mashiba-san, no es mucho bien, sino muy bien です。ここで3つ教えておきます。3つ、この muy bien, mal, más o menos。この3つでもいいんですけども、4つにしておきましょう。Muy bien が一番いいですね。すごく調子がいいです。Bien。OK。調子は OK ですということですね。Más o menos。これ、スペイン語でますおめのを使うと、どちらかというとネガティブですね。日本語で言うとまあまあって言っても、真ん中ぐらいっていうイメージですけど、ますおめのはどちらかというと悪いの方のまあまあです。そして最後に丸が来るとですね、来ます。この4つ覚えてください。muy bien、bien、ますおめの、mal ですね。では、ここに小さい、小さいというか、例文ですね。例えば、朝あったとしましょう。A さんと B さんを作ります。Buenos días。Buenos días. B が ¿Cómo estás? と聞きますね。それに対して B は Muy bien. そしてあなたはどうですかと必ず相手方も聞いてあげましょう。自分が muy, bien とか Muy bien って言っちゃうとそれで終わっちゃうんですけども聞かれてるんで相手方もどうですかと聞いてあげてください。Bien. ¿Y tú?
となります。to はあなたはという意味ですね。いは、まあ、あの英語で言うと and という意味になるんですけども、あのまあ英語で言うと fine, thank you, and you みたいなところですね。のと一緒のようになります。で、bien tu, y luego, は、まあ、まあ、muy bien。そして、gracias。聞いてくれてありがとうということですね。これが、まあ、基本的な挨拶になります。ここの muy bien のところはもちろんこれを bien だったり、más o menos だったり、mal というふうに答えます。ただ、mal というと、本当に悪いところなので、なかなか使う本当に病気以外の時はないかなと。病気で本当にしんどい時とか、そういう時以外ですね。その以外はほとんど使えません。基本は、まあ、muy bien とか bien ですね。になります。ではですね、まずはこの短い文章なんですけども、私一つずつ読んでいきますので、その後、ついてきていただけますか。ではまず A からいきます。Buenos días。B。Buenos días。A。¿Cómo estás? B。Muy bien. ¿Y tú? A。Muy bien. Gracias.ですね、ではですね、早速練習をしていきましょう。まずは A、これを真柴さん読んでください。 B、上田さんお願いします。2人ともマイクをオンにして構いません。 Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias.Perfecto, 素晴らしいです。では反対にします。上田さん A、それから真柴さん B、お願いします。Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias.Perfecto, 素晴らしいですね。明日からもうこの会話を絶対するようにしてください。あの多分おそらく今の状態だと Buenos días って真柴さんが言って Buenos días って終わると思うんですけども、そこで一つ止めて、まあもちろん忙しい時に止める必要はないんですけども、ちょっと時間があってとかまだ、もうなんか落ち着いてる時間であればこう、Buenos días って言ってその後に Como estás ってすぐに投げかけるような感じで、そうすると多分びっくりした顔して Muy bien, ¿y tú? みたいな多分言ってくる。そしたら Muy bien, gracias って言うとこうスペイン語喋るってガンガン喋ってくるので、そこでもう喋れないというふうに出していただければいいかなと思います。はい。真柴さん、todo bien? todo bien. Muchas gracias. 上田さん、todo bien?Muchas gracias. Muy bien. ではですね、これがあの、まあ、今日簡単な一番最初の会話を見たんですけども、これはすぐに使えて、しかも友達、まあ、仲良くなれるので、基本的にこれを言ってあげることで会話のきっかけにもなるので、Buenos días とか Buenas tardes とかで終わらせないでください。必ず Como estás まで行きましょう。はい。真柴さん、何かこうフレーズで、私これいつも言いたいんですけど言えないんですみたいなのありますか？ですね、いつ終わるのっていうのをよく聞きますね。いつ終わるの？いつも英語で What time finish って言うんです。うん、わかりました。スペイン語はちょっとわからないんで。わかりました。では、それを教えておきましょう。よく使うということでこうなります。では真柴さん読んでいただけますか。あけおらterminas。 素晴らしいです。私読むのでついてきてください。マイクはオンのままでいいです。あけおら terminas。 あけおら terminas。 otra vez、 もう一度。あけおら terminas。 あけおら terminas。 そうですね。こちらが何時に終わりますかというふうになります。まあ、何時までということですね。なので明日から、what time ではなくてあけおら terminas と言ってください。多分回答が、はい、不明だと思うんですけどもそこまでね、何か言ってきたらもう一回英語でちょっと聞き取るようにしてください。
はい、ありがとうございます。はい、上田さん、何かフレーズでこれはちょっと聞きたかったんだよなっていうのありますか？パッと出てこないですけど、今日はとても寒いですねとか。わかりました。おい、読んでいただけますか？上田さん、お願いします。おい、はせ、むちょ、ふりを。もういいえん、はせではなくて、あせですね。あせ。私の後についてきていただけますか？いきます。おい、あせ、むちょ、ふりを。おい、あせ、むちょ、ふりを。もういいえん、おたべす、もう一度いきます。おい、あせ、むちょ、ふりを。おい、あせ、むちょ、ふりを。もういいえん、これが今日寒いですね。になります。大丈夫、todo bien、上田さん。あ、todo bien。Muy bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien, ではですね、今日のクラスは、これで終わりたいと思います。流れとしましては、今みたいな形でこう45分、グラマー、それからまあ文法、まあ、グラマーと、それから単語ですね、を覚えていきまして、最後の時間はこういった、まあ、こういったこう、ね、まあ、シチュエーションというか、まあ、小さいものをですね、小さいシチュエーション、まあ例えばお店に行って話す言葉とか、まあ挨拶とか帰りの挨拶とか、まあそういったものを勉強していくということと、最後にまあ5分くらい余ったところですね、まあワンフレーズ、こう何個も聞きたいのは多分わかるとは、わかるんですけども、あんまり言っても多分最終的に出てこないので、これは言いたいっていうのを毎週1個、何かノートで取ってくれると、私そのまま教えます。なので、多分それはそのまま使われると思うので、そのまま使っていただければいいかなと思います。で、もちろん回答は多分今の段階では分からないとは思うんですけども、徐々にそれも分かってくるということで、ただまあ勉強してるんだぞっていうところでやると多分スペイン語で話してきてくれるのでですね、それが一番の多分伸びるポイントになってくるので、まあ、そういった意味できっかけ作りにはいいかなと思うので、そういった形でやろうと思っています。どうでしょうか。こちらが全体の流れですね。まあ、こんな形といったらあれなんですけども、こういう形で、毎回授業を進めていく形になります。ちょっとオンライン、最初、まあ、出席型もっていうところも検討の上だったんですけども、真柴さん、どうでしたか。問題ありませんか。何かリクエストとありますでしょうか。いや、結構こうやって最後もこう会話ができてますし、聞きたいことも聞けるので、問題ないです。わかりました。むちゃぐらいしゃす。ありがとうございます。では、上田さん、どうでしょうか。ノープロブレムです。ノープロブレマ。わかりました。はい。ここもちょっと練習しておきましょう。最後に切る前に、ノープロブレマですね。それから、シンプロブレマ。これ、両方とも問題ないという意味なんですけども、いつもノープロブレマだと、ちょっとなんか芸がないので、たまにシンプロブレマとかを使うと、こう、なんか他の言葉知ってるじゃんっていう顔されるので、この2つ練習しておきましょう。まず私読むので、2人ともマイクをオフの状態で繰り返してください。ノープロブレマ。シンプロブレマ。上田さん、読んでください。ノープロブレマ、シンプロブレマ。Muy bien, perfecto, gracias. マシバさん。ノープロブレマ、シンプロブレマ。Perfecto, ありがとうございます。ではですね、今日の、授業を終わりたいと思います。宿題です。宿題なんですけども、宿題は、これですね。次の名詞の性別を答えましょう。今日は性別の練習をしたので、ここの横あたりに、こう、こんな感じで、男とか書いてくれれば。まあ、せっかくなんで、オンブレとムヘルにしましょうか。勉強したので。オンブレは、男ですね。ムヘルは女性ですね。なんで、この横にオンブレかムヘルスか書いてください。オンブレ、ムヘル、オンブレ、ムヘルみたいな感じですね。で、ルールは先ほど言ったところに書いてあるので、それを見ながら、復習していってください。で、単語もですね、たくさんあるので、それもなんか使う単語というのは覚えながら、書きながら覚えるようにしてください。提出期限は、もう、授業が金曜日なので、木曜日、
までです。私木曜日の朝に、リマインドしますので、そこで、皆さんやってもらうと、まあ、水曜日でも、もし早く出来上がった場合、週末でも全然問題ないです。で、終わったら、WhatsApp で、個人の WhatsApp ですね。グループではなくて、個人の WhatsApp で送ってください。私が、フィードバック、コメントをつけて送るので、問題があれば、それを確認していただくというふうな形になります。マシバさん、¿todo bien? はい、どうぞ。送る形式っていうのは、はい。どんな形で送ったらいいんですかね。どっちでもいいです。この場合はどっちでもいいというのは、印刷をして書いてくださって、手で書いてもよろしいですし、問題ないですし、はい、もしくはもうこのまま PDF の上に僕が書いてるみたいに書いてもらっても構わないです。もう PDF で送ったらいいですか。は全然問題ないです。もう写真でもいいし、写真でもいいです。はい、写真でも私上から書きます。はい、コメントを。はい、わかりました。はい、上田さん、todo bien?Todo bien. Muy bien, perfecto. ではですね、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。仕事があってすごく大変なのは理解はしてるんですけども、もう2人ともやると決めたので、この3ヶ月は一生懸命一緒に頑張りましょう。はい、では、最後にいつも写真を撮ってるので、カメラをオンにしてもらっても。